やびくん、テンション高い。おい、みんな知らなかった。みやびくんがヤクザの組長だぜ。あいつ、不動産とかやってっけど、あそこの、まあ、グレみたいなもんだよ。そこまで言ったら、お前、そこの組織に面倒をかけるから、言わねえけど。おっかねえ？ああ、そう？ブルってんなよ、お前。なんだよ。はあ。そんなことでブルってんじゃねえよ。俺なんかお前もっとブルっちゃってんだから。地元帰ってお前何人に囲まれたんだよ、お前、この金杯なんかお前、この人ですとか言って言ってんだからよ。おい、佐野ってドイツだよ、この野郎！つってお前、もうバリッバリのお前来てるよ、お前。おい、この野郎って、佐野ってドイツだよ。この人です。俺のこと売りやがったからな。ビビんねえよ。ああ。別によ。なんだよ、と思ってよ。あ、俺だけど、つって。しゃらしいだからもう。フラットはアドナムル決まったアダース。本当だよ、30人ぐらい来やがってよ。俺一人によ。あんたたち行くわよ、ケビー。金杯なんか俺のこと売りやがったからな。人売っちゃダメだよな、やっぱな。タカちゃん、ありがとう、まあ、決まった。あだす。あいつはよ、そういうやつだから。なんかこんななってよ。こんななってきたのよ。金杯放送中でよ。おい、お前よ。佐野っていうやつ、ドイツだよ。この人でもうアウトだろ。お前佐野ってお前かって。ちょっとこっち来いよ。話し合うから。ああ、なんすか？つって俺言ったんだ。佐野さんが拉致られました。佐野さんが拉致られました。フラットは、中ちゃん、決まった。あざーす。てめえが歌ったからじゃねえか、この野郎。なあ。佐野さんが、連れてかれました。ゴミ野郎がよ。おめえだよっていう話だよ。クソ野郎が。売りの誠。もう、ああいうのはダメよ。こいつは信用なんねえなと思った。だからもう俺それ以来、金杯と関わんねえから。
いや、もう俺、それから金梅とは付き合わねえ。佐野、てめえ、うるせえ。なんだ、この野郎。なんだよ、この野郎。金梅を蹴り飛ばした動画。俺、金梅蹴り飛ばしたことあったか？あのガキな、一回ぐらいは蹴り飛ばしたことあったかもしんねえ。言うことを、聞かなかったから。この野郎と思って。ああ、てめえよ。俺も手出ちゃう時あるけど、ちゃんとしてくれよって思ってるから、金包んでよ。ああ、まあ、それはいいよ。銭金問題はやん。こいつはそういうことは分かってねえんだなって思う。ガキがよ。よっぽどじゃない限り、俺はそんな人に手をあげたりしないよ。俺人ぶん殴るのとか好きじゃねえから。喧嘩とかも嫌いだし。むしろペラでかわしてきた男だから。俺こっちが得意だ。へ。そっちが得意です。養分？あいつ放送切ったらもっとやってたんだけどな。足元ブロック置いてたんだけど、放送切ったらぶん殴ってやろうかなって、そのブロックでって思ってたんだから、あの野郎放送切らなかったかな。そう、足元にブロック置いといたんだ。早く切れよ、放送よ、この小僧よ、って思ってたんだけど。放送切れねえんだもん、手震えちゃって。ああ。ガキこの野郎、と思って。ガチャガチャにしてやろうかな、と思ったんだけど。一回言わさねえとわかんねえんだよ、あんなの。小僧この野郎。そう、首根っこ引っ張ったら、やめてください、やめてください、だから。俺は俺に、敵意がある人がなんでそんなこと言ってくるのかなって思うだけ。俺は別に攻撃しないから。なんでみんな、そんな、俺、YouTube、だからそういうの編集してるだけでしょ。リアルで俺になんか、ああじゃねえ、こうじゃねえ、言ってきたことなんかないよ。マジで。タケノコちゃん。ああ、俺 YouTube なんか見ない。
興味ねえから。だって YouTube 俺自分で上げてるわけじゃねえから。そうなのって、もうタケノコお前下がっていいよ。俺 YouTube に自分の動画なんか上げたことねえから。関係ねえよ。好きにして。何をやってんのか知らねえけど。小銭稼げよ。YouTuber。俺はもう普通に自分のここの生放送でみんなと喋ってるだけだから。チャンマンの動画で小銭稼ぎしてる多いね。ああ、いいんじゃねえの？そんなの。やりたくやれよ。タカトラありがとう、決まった。ありがとうございます。そうよ。YouTube ライブやった方がいい。アンキー、そう思う？だってそうするとさ、俺がツブライブやると、彼らの小銭稼ぎの道がなくなるじゃん。かわいそうじゃん。ツベライブ。俺がやっちゃうと。動画上げてる奴らはかわいそうじゃん。ああ、これ残り9分で延長できないから。これで一旦終わるけどね。まあ、そう言われりゃそうかもしんねえけどさ。まあ、これ、あと残り8分で俺は放送終わるけど、延長できねえからな。まあ、いろいろあんのよ。うるせえのは、ガチャガチャ来るんだけど。なんで俺なのかね、よくわかんないですけど。のんびりやってこうぜ、みんな。別に、どうでもいいよ。まあ、でも、お医者はね、のんびりやってる方がいいのよ。もう、疲れちゃったんだよ、もう。ガチャガチャすんのは。俺はね、いや、コラボ申請したお。いや、してねえだろ。
また病気の人が来ましたよ。何を言ってんのかね。じゃあ、コラボ枠になってねえのに。病気だよ、この人。じゃあさ、俺がコラボ枠開けてる時になんでお前コメントしなかったの？おい。なあ。おい。俺、コラボ枠あげたじゃねえかよ。いや、嘘はいらんじゃなくて、なんで俺がコラボ枠やった時に、お前コメント打たなかったの？そういう時は、ロムってんだ。怖いから。上がれよ、この野郎。いいよ。じゃあ、お前置くね。俺、コラボ枠これ切ってすぐ開けっから、お前上がんだな。おい、聞いてんだよ、この野郎。俺ら平気だからな、この野郎。上がんだな、てめえ。おい、聞いてんだよ。上がるか上がんねえか聞いてんだよ。上がんだろ、今。そこまで、寝言みてえなこと言ってんだったら。おい、もうええでじゃねえんだよ、この野郎。負けましたなんだろ？ギブってんじゃねえぞ、この野郎。いいよ、俺、一回枠切って、コラボ枠にしてやっから。ああ？この野郎。クソがや。寝言は寝てから言えよ。上がらねえ。もう来んなよ。ブロックだよ、お前なんか。もともとおめえなんかクズなのは知ってんだよ。みんなわかった？こんなの、ゴミだから。結局誰も来なかったね。俺のコラボになんか誰も上がってこねえから。言わし合うだけだから。んだよな、やろ。なあ、お船あたり、な、俺んとこなんか上がれるわけねえんだよ。まあ、残り3分だけど。枠切って、コラボ枠やってな。大船上がってくんだったらやってもいいなと思ったけど。逃げちゃう。もう逃げちゃったよ。ああ。クソ生意気な小僧がよ。ああ。あんなもんだよ。もう来なくていいんだよ。上がらねえって言ってんだから。上がらんって言ってんだから。いいよって、コラボ枠、じゃあ開けてやるよって。もうダセーなお船になっちゃってんだよ、もう。結局、ああいうこと。初見です、なちゃんのお店に行きたいです。あ、いいよ、来なくて、別に。空いてたらね。
なかなか開かないですから。はい。俺のお店は。俺のお店が開いてないときは、潰れそうなバーがあるから、そっち行ってください。はい。ウロットはあのナムル決まった。特命係長あざす。混ぜよるがなが、あいつの配信でコメント打ってんの見て、俺鼻抱えて笑ってんだけど、あいつ死なねえかな、コロナにかかって。まあ、決まった。あざーす。はぁ。透析じじい。お湯先短えのによ。笑っちゃうぜ。やっぱり健康は大事だよね。週にお前3日も透析食らってんだから。大変ですわ。あいつ。